このディスクではバッティングでよくありがちな悪い症例をご紹介していきます。体が前方に流れてしまう、体が後ろに残りすぎてしまう、伸び上がってしまう、腰が入らない、体の開きが早い、これらの悪い癖があるバッティングの原因と改善するための特に必要なトレーニングメニューをご紹介していきたいと思います。続いての症状をご紹介いたします。続いては振りに行くときに伸び上がってしまう、こんな症状をご紹介いたします。はい、このような症状の選手はやはりしっかり腰を入れた時に上体が抑えられないでいる選手が多いです。なので力は発揮できているんだけど上下運動が多くなってしまいます。このような選手に効く改善トレーニングをご紹介したいと思います。まず一つ目はやはり浮き上がらないように心臓から抑える、パワーラインの基本ですが心臓から抑えてしっかりと押し込む、で反対もですね、反対の肩もしっかりと押し込めることによって伸び上がらずにフィニッシュまで持っていける効果があります。はい、あとずらしですね。このずらしのトレーニングでもやはりずらした時に壁ができる、ためができる、反対にフォロースルーの時に壁ができてくるので伸び上がる選手には特に有効です。はい、あと伸び上がる選手はやはり心臓ラインがしっかり抑えられていないのでパワーラインをしっかり入れて心臓ラインと仙骨のラインを近づけるトレーニング、これがまだ浮き上がってしまう症状でトレーニングもしていると伸び上がりは改善されないのでしっかりと心臓ラインを抑えて上体動かさずにやっていきましょう。まあこの症状ではこの3つを重点的に行ってください。